見て、僕のおしゃべりパペットパペターが完成しました。やったー。まあ、完成といってもね、これサンプル品なんだけど、みんなはもう買ってくれた。これ見て、みんなのとこにも届くんだよ。あ、尻尾見て、かわいいでしょ。すごくないですか。すげえ闇だと思う。すごいかわいい。正面で見ても、横から見ても、下から見てもいい女って。困っちゃうねえ、困っちゃう。僕は全方向美少女ねえ、かわいいでしょ。大きさはね、28センチなんだけど、ここにバケハムちゃんがいます。影丸さんのやつね、ほらこれぐらいの大きさ感ですよ。わかりますか。わからないよね。まあいっか。ふふふ、にょ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 。はい、じゃん、メロンソーダ8割ラベル、かわいい。ちょっとね、 Vlog も撮っていこうかなということで、メロンソーダめっちゃ久しぶりなんだけど、だから炭酸が久しぶり。甘いのかな、味忘れちゃったから楽しみ。あ、なんかメロンソーダってエモいよね。じゃあ見て、チーカツ下から見せる。これアクリルキーホルダー、ランダムだった。チーカワとどんぐりの帽子かぶったウサギが当たった。やった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 、かわいい。僕もかわいい。ね、はい、ということでね、こんな感じのちょっとした Vlog でもパペットヤミちゃんが登場するようになります。嬉しい。パペットすごい夢だったの、ありがとうございます。ということで、今後の Vlog もお楽しみに。バイバーイ。 Good job.